この間の火鍋作ったんですね、スパイスいっぱい入れて。でスパイスいっぱい入れて火鍋って、あ、こうしたらもっと美味しい美味しいって行き着いて、今度カレーになってシチューになって、最後あのバナナ入れました。謎ですよね。